こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。王様戦隊キングオージャーよりデラックスタランチュラナイト地底ガーディアンウェポンセットとさです。それでは見ていきましょうということで、はい、ついに来ました。めちゃくちゃにかっこいいロボットね。はい。ということで、これ見ていくんですけれども、これの裏にちょっと激アツ情報載ってるので、皆さん覚悟よろしいでしょうか。はい、来ました、こちら。エクストリーム14体合体、エクストリームキングオージャーっていうこの全合体載ってるので、これも後で動画でちょっとやっていきたいと思います。14体合体がもう出るっていうね。はい。じゃあちょっと中身開けていきましょう。いや、ジェラミー・ブラシエリめちゃくちゃ好きなんですよね。このキングオージャーのキャラの。おい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 、ちょっと待って。熱っ。この段ボールの仕様。はい。ピードね。ピードチェンソー、シュケーダブレード。そして、はい、来ました。はい、ミニプラのチラシも載っていると。はい、こういろいろね、バンダイのやつですね。じゃあちょっとこれも、開けていきましょう。はい。この中身が、タランチュラナイトということで。はい、それでは、じゃーん、でっか。はい。それでは袋から取り出していきます。中身を取り出すとこのような感じになっております。ゴッドタランチュラ本体とピードチェーンソーとシケーダブレードですね。この3つ、はい、セットのやつ買ったのでこの3つ入っております。じゃあちょっと見ていきましょう。まずはゴッドタランチュラから見ていきましょう。はい、ゴッドタランチュラの見た目こんな感じになっております。いや、めちゃくちゃかっこいい。そしてね、結構やっぱ大きいんですよね。はい、このゴッドクワガタと比べてみるとこんな感じです。はい。ほぼ同じくらいかな。うん、大きさとしては。はい、こんな感じになっております。まあ、このね、ゴッドタランチュラでロボット1体分に変形するんで、まあね、大きいですよね。はい。そして、はい、この尻尾じゃない、腹部ですね。はい、の部分にこのめちゃくちゃかっこいいこの王冠みたいなのがくっついてるっていうね。はい、素晴らしいですね。この足もね面白いんですよね。はい、この前足2つがなんかちょっと似てて、この後ろのこの3本目の足がちょっと、うん、薄め。はい、でこの一番後ろの足がもうすごいしっかりしてるっていうね。はい、この足もう本当に足っていう感じの、はい、見た目になっております。はい、そしてちょっとこっちも見ていきましょうか。ガーディアンウェポンの、はい、ピードチェーンソーですね。はい、こんな感じの見た目になっております。いや、めちゃくちゃこの細かい足がね、はい、こうくっついてるっていうムカデですね。うん、こういう見た目になっております。はい、こうですね。でこれが、はい、こうやってここでボールジョイントで、ね、はい、くっついてるっていう感じです。これ曲げる時にこうやって曲げるんですけど、例えば反対に曲げた時に多分破損防止でこうやってすぐ取れるようになってるのかなと思います。はい、で次こちらシケーダブレードですね。いや、これもこの機械感があるこの造形がめちゃくちゃかっこいいっていう。でこの羽のこのシルバーもねめっちゃ輝いております。はい、こういう見た目になっております。かわいい。はい、それでは、早速このゴッドタランチュラをタランチュラナイトに変形させていきたいと思います。これがね結構ねちょっと個人的に最初難しいなって思いましたね。はい、まずは足を、はい、こうやって下ろして、これが足になります。そのまま。はい、でここついてるので、はい、カチッとロック外してあげると反対側も、はい、このようにやって足を下に下ろすと。これちょっとねこの変形覚えるまでにちょっと時間がかかりましたね。はい、でここですね、このように回転させてあげて、あ、でそうこの体を上げるときは2クリックまでらしいです。はい、この2、この3、4とかまではやらないらしいですね。説明書に2って書いてました。はい、でこんな感じになりますと、もうねまあちょっと体がね大体分かってきたんじゃないでしょうか。はい、で次腕やっていきましょう。腕はまずここ、はい、これが普通のロボットの腕ですね。でこれを後ろにやると、反対側もこれをこうやってね腕にしてあげると。で、これをこの部分、これを反対側に持ってきて、でくるっと回転させると、はい、こうですね。で腕を下ろす、はい、この前足だったこの部分が肩になります。これめっちゃかっこいいですよね。はい、これも反対側に、こうやって向けて上げて、こうですね、くるっと回転させると、はい、ここら辺とかね、うん、ちょっと覚えるのが、はい、あれですけれども、はい、こんな感じですね。はい、でそしたらこのように立たせてあげて、はい、で、ここ、はい、雲の顔ですね。これをグッとこういう風に前に持ってきてあげて、はい、この部分を上に上げると、はい、これでタランチュラナイトロボットモードになります。はい、どうでしょうか。今ね、ちょっとこの、あれ、これって、かっこいいはずだよねって思った方いると思うんですけど、今ちょっと姿勢めちゃくちゃ良くない状態っていうか、このタランチュラナイトって姿勢によってかっこよさはもう全然変わるんですよ。今この棒立ち状態なので、あんまりちょっとかっこよくない状態です。はい。なんですけど、これをS 字立ちさせてあげる。これめちゃくちゃ大事な工程なんですけど、まず、はい、腰今まっすぐになってますね。これを後ろに、はい、腰を反らせてあげる。こうやってね。はい。こんな感じ。はい。横から見ると、この足をちょっと後ろに、斜め後ろに、こうやってあげるっていう、こういう感じですね。体反らせるみたいな。はい。で、そしたら、このままだと後ろに倒れちゃうので、はい。足首を前に、こうやって向けてあげます。そうすると、はい、足が後ろに行ってこの腰を突き出した状態になります。はい、これがめちゃくちゃ大事です。はい、そして次この胸のところははいは2クリックですね。このままで OK で、首は、はい、この首もね、はい、こうやって顎が上がってるとかっこ悪いので顎を引いてあげます。こんな感じで顎を引いてあげる。で腕もちょっとこう前に出てるので、はい、こうやってちょっと後ろめにしてあげる。はい、こんな感じで後ろめにしてあげて、これが前に来るようにね、この紫と水色、これが前に来るようにしてあげて、はい、これでポーズを取らせると、はい、こんな感じになります。さっきと全然違う見た目になってると思うんですけど、この立たせ方でかっこよさが全然違うっていうね、はい、これがタランチュラナイトです。なのでこれ買ってロボットにさせて、あれこれって全然かっこよくないかもなって思った人は S 字立ちさせてください。そしたらめちゃくちゃかっこよくなるっていうね、はい、いやこれ劇中でもすんごいヌルヌル動いて、その戦ってる時の姿勢がめちゃくちゃかっこよかったんですよね。こうやってなんか膝曲げてこう地を這うようにこう戦ってたんですけど、それがもうねめちゃくちゃかっこよかったですね。はい、でこれ可動もねめっちゃあるので、こうやって、はい、膝を曲げて立たせたりとかもね、はい、させることができます。こんな感じでね、はい、こうやってね、うん、やることができます。あであとこの腹部ですね、これを、はい、上に持ち上げると外れます。こうやって、はい、でここ取っ手がついているので、これをそのまま、はい、この拳の穴にねこう入れてあげると、はい、こうですね。でこうやって持たせることができます。ここから雲の糸とか発射して相手をねこう網でこう捕まえたりとかしてましたね。はい、こんな感じで、はい、こうですね。いやめちゃくちゃにかっこいいと。はい、でさらにもう一個ギミックというかありまして、ここの上のこの部分ですね、額にあるこれを下げることで、はい、こういう顔を変えることができるっていう、なんかこう地底探索とかしてそうなね顔ですよね。めちゃくちゃこれもいい雰囲気を醸し出してるっていうね。はい、いやかっこいいねこれ、めちゃくちゃかっこいい。本当にこのスパイダークモの巣とかさ、ゴッドタランチュラめちゃくちゃ好きですね。めちゃくちゃかっこいいはい、まあ、っていうねのが、まあ、このね、タランチュラナイトでしたと。じゃあ次ですね、こっち、はい、ピードチェーンソーとシケーダーブレード、これもちょっと見ていきましょう。一旦この腹部はこの後ろに戻してあげます。はい、で、はい、これも一旦戻してあげて、はい、じゃあピードチェーンソーね、はい、これ変形させていきましょう。これはこのようにくるっと回転させると、でここですね、この部分、これを今一旦上に上げて、でそのままこの腕に取り付けてあげる、カチッと。はい、でこうですね、で上げれば、はい、ピードチェーンソーをこのように持たせることができますと。で次、シケーダーブレードですね。はい、こちら、これはここの羽の根元を持って下に下げると、こうやって、はい、稼働します。反対側もこうやってね、はい、これがね面白い動きしますよね。はい、こうやって位置が変わって、で羽を前にこうやって向けてあげて、はい、これでシケーダーブレードになりますと。でこれははい、まあ、さっきのピードチェーンソーと同じくこの腕のこのジョイントですね、ここにはめてあげると、はい、ガチッとねはめてあげて、こんな感じでね、はい、持たせることができます。はい、じゃあちょっとね、ポーズ取ってみましょう。はい、こんな感じになります。いや、めちゃくちゃかっこいい。スタイルいいですよね。このデラックス玩具で、ここまで、こうスタイル良くて、稼働も多い。で、こう、バチバチにポーズ決まるっていうね。いや、なかなかないですよ。こんなかっこいいおもちゃ。素晴らしいですよね。ほんと、タランチュラナイトは。大好きだわ。はい。で、まあこんな感じでね、遊ぶことができるというわけですね。はい。じゃあ、次はちょっとこのタランチュラナイトと、比較するために、はい、こちらキングオージャーもねやっていきましょう。キングオージャーはまずちょっと、はい、カグラギ・リボウスキーから、はい、変形させましょう。はい、で次、姫のランですね。はい、姫のランと、ではい、 OK ですね。そしたら、次は、ヤンマガスといきましょう。はい。で、リタカリツカですね。をやってあげて、これが、こうですね。こうだ。はい。こうやって合体させて、で、はい、この、はい、ゴッドクワガタに、はい、ギラに、こうやってはめてあげると。はい、で、はい、かぐらぎもこっちにつけてあげると。はい、で、そしたら、これはクワガタ前に持ってきてあげて、でこうですね、でこれをくるっと回転させて、で腕を下に下ろす。はい。で、足をこのように、反対側もこのように回転させて、はい。で、足をどかすと。はい。こうですね。で、そしたら、ちょっと開いてあげて、はい。で、ゴッドテントをね、はい、つけてあげる。はい。で、ここれにゴッドアントをつけてあげて、スパイダーをここに、はい、くっつけてあげましょう。はい。で、そしたら、あ、結構大きいな。はい。そしたら、ちょっと一旦カメラをもうちょっと上にやってあげて、で、はい。トンボを後ろにスライドさせて、はい、OK ですね。で、この頭ですね、頭部を変形させて、つけてあげて、はい。で、最後ね、武器を持たせてあげれば、はい。これで、キングオージャー完成になります。あ、結構並べると大きさ違いますね。タランチュラナイトの方が頭1個分くらいかな。うん。1個ちょいぐらいですね。1個、まあ、2個。うん、2個。ギリ2個かな。うん。ぐらいちっちゃいっていう感じになりますね。へえ、そうだったんだ。うん。いや、めちゃくちゃ、まあ、1体ですからね、こっちは。ゴッドタランチュラ1体で変形してますからね。はい。ちょっと武器交換してみましょうか。はい。このね、キングオージャー、この、ジョイントとか、この、手の拳の丸、穴が一緒なんで、はい。交換させることとかね、できるので、やっていきましょう。まずはこの、シケーダーと、ピードを外してあげて、ここにちょっとテントをつけたりとかね、できるわけですよ、こうやって。はい。テントがつくっていう。いや、なんかちょっと、可愛くなったな。はい。で、このヤンマブレードを持たせることが、あ、いいね。いいね、いいね。はい。こういうことができるっていうね。ヤンマリタブレードを持たせたりとか。で、逆にこっちの、はい、キングオージャーには、このセンチピードを、はい、こうやって、ピードね、はい、ピードチェーンソーをやって、あと、こっちの、はい、シケーダブレードね、はい、これをくっつけることもできるっていう、はい、こういうね、入れ替えて遊ぶっていうこととかもできるわけですね。いや、いいですね。はい。素晴らしい。で、これね、このテントを、こっちにもね、つけられますよね。ここ。はい、こうやって。このね、スパイダークモの巣のこの、あ、ここもいけるよね、だって。ほら。え、待って、これ、優秀すぎるな。ちょっとこれ優秀すぎるな。これいくらでも、つけられるのではこれ。シュゴッド。シュゴッドいくらでもつけられる可能性出てきましたね、これは。ちょっと期待の新人ですね、これ。はい。まあ、っていう感じかな。うん。ちょっとこれタランチュラナイト最大何体合体までできるのかちょっとやってみたくなりましたね。はい。ということで、次の動画ではこのタランチュラナイトとキングオージャー合体したエクストリームキングオージャーかなをちょっとね、やってみたいと思いますので、そちらの動画もぜひ見てみてください。ということで、今回の動画いいなと思った方、ぜひチャンネル登録や高評価、Twitter、TikTok のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。